前回までのあらすじ。いや収穫は？何これ、レイチェルは暗い部屋の中。それだ、信用できるのは自分たちだけだ。怪しすぎますよ。なんだと？お前もクロエもガキのくせに偉そうな口ばかり聞きやがって。なんだ、一人多いな。俺の寮で何やってる？てめえそんなに死にたいのか？姉さんは普通じゃない。レイチェルの件に絡んでるはず。ケイトだけじゃない、他にもこんなに犠牲者たちが。マックス、何しに来たのよ？ビクトリアが危ない。バッカじゃないの？レイチェル、これ見たことあるような場所だけど、どこ？あそこだ、今すぐ確かめに行かなきゃ。レイチェル、なんで？クロエ、落ち着いて。姉さんと仲いいのは知ってるけど、ビクトリアの命が危ないの。姉さんからのチャットだ、証拠は全て消すって。よかった、まだここにいる。いた。クロエ、危ない。マックス、ビビさんこんばんは。ヌーブチャンネルにようこそ。FPS じゃないんだな。もう最近なんかこの時間ゲームしてる別の。毎回頭からやってくれるからいいよね。普通のやつだったらさ、今エピソード5だけど、4だけするじゃん。1から4までの一応やってくれるからさ、ちょっと優しい。じゃあ最後だからちょっと俺のあらすじを入れるか。これ終わったら、このなんかイベントが終わったら。なんか個人的にはね、あんまりなんかこの犯人、こいつが犯人だとしてもなんか意外性はないね。兄さんがもしレイチェル殺しとんだったら最初だね、ビビらんよ。クロエ言った時にやっちまったみたいな顔しとったよ。ゼルフさんこんばんは。これプレステ4でも出てるから、気になった人はプレイしてみてね。一本道かどうかちょっとまだ分からんけど、結末がもしかしたら選択肢で変わるかもしれない。ちなみに俺、少数派の方の選択肢しか拾ってないからな、なぜか。マックス君起きてくれ。何その液体？液体か？なんかチューブがある。撮影現場でチューブ使うか？なんか今水がトイレ寄ったけど。ん？操作できるとか？あ、操作できるわ。自分の作品のために殺しようんでしょ。まあ、ちょっと、ここまでのあらすじね。このジェファソン先生、スチームで売ってるよ。わ、いきなり CPU の話来たぞ。じゃ、ちょっと待ってね。じゃ、先答えようか。6700と 6700K は、まず動作の周波数、最大周波数が違う。加えて、6700K と、マザーボード Z170 チップセットっていうのを積んだものを組み合わせると、オーバークロックっていう、どうやいんだ、馬の尻をさ、無地で叩いた時みたいに CPU が頑張るんよ。それができる。だから6700が、標準版で、
6700K はそのオーバークロックに対応してるので、例えばパーツをしばいて、コスパを上げようと思うんだったら 6700K と、Z170 のマザーボードを組み合わせるとあのいい。ただそのオーバークロックをすると性能は上がるんだけれども、パーツの寿命を縮めたり、不安定になったりするので、自己責任でお願いしますということで、あらすじいこう。あと思ったら、あ、まあいいか、あとにしよう。はい、ジェファソン先生っていうのはこれは写真の講義の授業をしてる先生で、それに通うのがこのマックスとケイトとビクトリア、こちらが通ってる。でマックスはある日、ネイさん、このネイさんが、クロエっていうこいつこいつマックスの元親友を撃つとこを見てしまって、過去に戻す能力を手に入れます。で、いろいろなんか調べていくうちに、このレイチェルってのは行方不明になってるらしくて、このマックスとクロエがこのレイチェル、行方不明になったこのレイチェルを探そうっていうのがこの物語の、大体の大筋で、ただ一つ前のところでこのレイチェルが死体で埋まっていることが分かって、今、マックスが監禁されているとこ、ちょっと 今最後の方あれだったこのレイチェルも死んでます。でクロエはなんか撃たれました。今おはようから おやすみまでさん、こんばんは。で、エヴァさん、ね、馬だけにな。お願い、助けて。誰か、助けて。一応補足として、6700K と、Z170 以外のマザーボードの組み合わせ方も悪くはないよ。オーバークロックはできんけどね。6700と 6700K はあの基礎性能も違うから、特にゲームをやる人はとりあえずオーバークロックをしなくても 6700K を選んでおくと満足度が高いと思われます。ということでゲームに戻りましょう。ダメだ、何も思い出せない。あれは私の写真、昨日の夜撮ったんだ。いや見えませんけどね。ゆっくり鑑賞でもするつもりなの？これきついな。ダメだ、何も思い出せない。姉さんがケイトに使ったのと同じ薬だ。よし、これでなんとかなるかも。てかネイさんがケイトに薬を使った描写あった？それ想像じゃね？ダメだ、何も思い出せない。こんな自分の姿見たくない。絶対許さないから。でもこれ絶対絶命だよね。監禁されとったら時戻しても意味ねえし。写真にフォーカスする。あ、なるほどね。タイムリープはもうしないって決めたけどこうするしかない。自分の写真を、これがいつもね難しいの、ピント合わせが。うーん、左クリック右クリック、左クリック右クリック、 ADA スペース AAD およびマウスボタン。うまくいかないんだよな。むずいな。A ボタン DADAD これとマウス左ボタンで長押しで写真に線を合わせるって、それが難しいんよね。これはこれはって言われるけど、これ難しいよねマジ。ある程度いったらねスペース流しでいける。このアングルは君の無垢さを引き立てる。意識が混濁したモデルは自らを飾り立てようとしない。素の顔を引き出すことができる。そう、その表情、
完璧だよ。顔はそのまま。怒んな。手に動くな。せっかくの構図が台無しだ。まあいい。時間ならまだたっぷりあるからね。君の作品を初めて見た瞬間、特別だと思ったよ。そう。あの自撮り写真さ、君の姿は無垢そのものだ。レイチェルとは違う。彼女は余計なものにばかり目を向ける癖があったからね。惜しかったよ。待って、別のアングルも試してみよう。動く。そう、それでいいんだ。姉さんにも見せてやりたかったよ。だがあいつもまだまだだ。複数の被写体を寄せ集めるだけで一貫性のあるテーマを構築することはできないからね。しかし影の使い方は絶妙だ。そして他にも稀有な才能を持ち合わせていた。それは時期に公になるだろう。そう、その眼差し素晴らしいよ。ただ君の好奇心の強さはいただけないな。幸いこの部屋は24時間監視下にあってね。姉さんの電話から送ったメッセージ一つで簡単に連れたわけだ。お友達との探偵ごっこなどにうつつを抜かさず勉強に専念していればよかったもん。クロエ、そうそう。気の毒だが、僕、ネイさんがしたことは正当防衛だ。それに、学校を辞め道を踏み外した一人の女の子のことなど、誰も気にしないさ。だが君は違う。今夜君が死ねば多くの人が悲しむ。言っただろう、才能があると。素晴らしい。そうだな。アップも何枚か撮っておこう。ノリノリじゃねえかこいつ。マックス、動くなと言ってるだろ。台無しにする気か。僕の完璧な構図を。もう一本注射が必要か。いや。じっとしてなさい。動くともっと痛いよ。何をしやがる。人の話を聞かないクズが。おめえだったのじゃ。だからこそ僕の授業に隠されたヒントにも気づかないんだよ。ん、そうなった。努力は認めよ。それに今まで見てきた中でここ数日の君はまるで人が変わったように勇敢だった。トローではあったが、僕に資格がない。また撃たれたんかお前。また撃たれたんかお前。え、え、そこ未来関わる必要性ある。え、どういうこと。そんなことされてたなんて最低だよ。で、黒姫さんこんばんは。リグレット様かな。で、VA ってボイスアクター。このゲームね、まともな人たちが出てるとかもわからん。なんかあんまりハズレがおらん。で、とりあえずこのマックスは数十秒時間巻き戻せて、さらに、その写真を見ると、その写真を撮られた時点まで戻ることができます。ダメ、この写真は使えない。あれをもう一度体験するなんて。なんか、
エアコンがこそこそいるけど。シミのついた写真を許すはずがない。使えるかも。この時はちゃんと起きてる。こっちで試してみよう。これでなんとか。お願い。またピント合わせ始まった。これピント合わせめっちゃむずいよね。いけ。なんかね、これ結構これピント合わせ試して最後の方でスペース長押しするのがもう流行になってる俺の。A とか D とか左クリック右クリックを長押しでさピント合わせって言われるんだけど、これできんのよ毎回毎回。 AAD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  ならんのよね。ある程度これ試していってシステムがもうこいつダメだって判断したところでスペース直してるんいった。これは傑作の予感だ。ビクトリアは嫉妬するだろうが彼女は分かっていないのさ、君と僕との特別な関係をね。コンテストの本当の優勝者は君自身だ。うるさい。意地を張らないで。怖いんだね。最初はみんなあどけない目をして目覚めるんだ。そして徐々に恐怖に染まっていく。先生、どうしてこんなことを。どうして？いい質問だ。僕はただ無垢な心が壊れていく瞬間を捉えたいのさ。黒から白へ、そして灰色へ、そしてついにはその先へ。世間ずれしたプロのモデルではダメなんだ。ブラックウェルのキャンパスで稀に見つかる希望の光をまとった生徒、彼女たちだけが僕の被写体となる栄光、特権に預かれるのさ。先生は普通じゃない。罪を償ってもらうから。僕は至って正常さ。だからこそここまで来れたんだ。君のお友達についてももういいだろう。あの手のエセパンク女はシアトルで見飽きていてね。クロエを殺した。クロエを、私の親友を殺した。彼女は武器を持っていた。正当防衛さ。銃をおもちゃにした罰とも言える。被写体は状況を一切把握せず無駄に抗わないのが一番いい。無垢なケイトのようにね。ドミネーターってなんだっけ。いや知ってるんだけど、あのタイトルが思い浮かばんわ。あの犯罪者に向けたら、あの戦闘モードになるやつよね。デンさんも乗ってくんな。アーティストは教え子を。アーティストは教え子を自殺に追い込んだりしない。先生は姉さんを利用して意識のないケイトの写真を撮って、そのせいでケイトは。ああ、僕も実に残念だ。ケイトは強い心の持ち主だった。それを砕くのは何にも変えがたい快感だったよ。あ、山さんありがとう。サイコパスソース。このままでは済まさないから。君が校長にケイトのことを言いつけた時はさすがに肝が冷えたよ。叫びたりの彼にまともな判断力がなかったおかげで命拾いしたけどね。しかし姉さんが親に隠れて何をしていたか、町中に知れ渡ればプレスコット家もおしまいだな。そもそもケイト薬打たれてさ、あの動画撮られたのは分かるんだけどさ、薬打たれたら転がるんじゃねえの。どうやってあの動画撮ったの。人を利用するなんて。操作したと言ってほしいね。彼は実に扱いやすい操り人形だった。僕は姉さんの父親代わりだったのさ。教師と生徒の間にはしばしばそういう信頼が育まれる。現に当初は本当に心温まる関係だったよ。姉さんにも計画を全部話したの。バカを言っちゃいけない。彼の耳には必要最低限の情報しか入れていないよ。
フレスコット家の金さえ引き出せればよかったんだ。この暗室も被写体に使う薬が手に入ったのも全てそのおかげさ。被写体じゃなくて犠牲者でしょ、レイチェルも。ああ、レイチェル・アンバーは、あれはまさしく悲劇だった。未熟な姉さんが投与する薬の量を誤ってね。どうしてレイチェルを？どうしてレイチェルを？話せば長くなるが、彼女は特別だった。カメレオンのように実に多様な顔を見せる被写体だった。僕と彼女は心が通じ合っていたんだ。殺すやつが言いそう、それ。心が通じてたのはフランク。フランクではない。自ら進んでモデルになったとでも言いたいの？レイチェルは僕を愛していた。これは事実だ。僕たちのフォトセッションを見れば一目瞭然さ。被写体となった彼女は幸せの絶頂にいた。まあいい。それにレイチェルはもういない。どうせ LA に行っても埋もれていたよ。むしろ感謝してもらいたいね。よくもそんなこと。君だって、友達がネイさんを殴り倒すのを止めなかった。同類だよ。一緒にしないで。姉さんのことなんてどうでもいいくせに。うるさい、黙れ。あのクソガキはな、レイチェルにのぼせやがって、生意気にも僕の真似事をしようとしたんだ。ほど知らずか。姉さんはどこにいるの？地下に埋まっているよ。レイチェルの一件で彼を飼い続けるのは危険だと判断した。死体は警察にも見つけられはしない。僕はね、君たちアマチュアとは別次元の存在なんだよ。何言ってるの？そこら中に証拠を残して全部姉さんのせいにできるとでも思ってるわけ？私がどうなっても先生は絶対地獄に落ちる。クロエとレイチェルと他の犠牲者たちが許さないから。まったくよくしゃべる。だが君は自ら進んで首を突っ込んだおかげで今ここにいるんだよ。それにモデルとしての役割を果たしてくれたら、君の痕跡は完全に消させてもらうさ。では写真をプリントしてみようか。君のインスタントカメラならこんなことせずともすぐに作品を確認できるのにね。ん？このカメラの位置は何だ？タバさんと富吉宗也さん、こんばんは。黒姫さんは今日初見ではない。今日初見っていうか、さっきテキストもらったね。コメントね。はい。こんなの芸術じゃない。まさしく。日記には私の写真がたくさんある。なんとか取り戻さなきゃ。日記に写真あったっけ？素晴らしい。君にも見せてあげたい。日記には私の写真がたくさんある。なんとか取り戻さなきゃ。銀玉さん、こんばんは。いや、それはいいんだけどさ、引っかかるアイテムがないんだわ。僕のミスだ、気にしないで。あの日記以外にね、引っかかるアイテムがない。もう少し早く手も操作できん。え？日記には私の写真がたくさんある。なんとか取り戻さなきゃ。取り戻すか？もっとれ。はい。インスタントカメラならこんなことせずともの確認できる。戻ってみね。うん？これはまさしく無垢の結晶だ。まさしく無垢の結晶だ。いや、それはいいんだけどさ。ポイントできるアイテムがない。天井にもないし、こっちにもないし。油断させれば写真を手放すかも。なるほど。戻るってこと？戻って、はい、席を立つときは話しかけるんか。待って、待って、話を聞いて。ジェファソン先生、君と無駄話をしている暇はない。
感覚が鈍る前に出来上がった写真をチェックしないと。きっと僕のキャリア史上最高の作品だ。私にも見せてください。私にも見せてください。この状況でそんなことを頼んだモデルは初めてだよ。最後に目にするのが僕の目を通して捉えられた自分の姿というのも悪くないだろうね。いや、むしろ完璧だ。話のわかるやつだな、こいつ。他のことを聞いてみよう。状況変わらんかった。もっとれ。よし。もちもち。よ、ちゃんと戻ろうぜ。もうちょっと早く戻りたいんだけどな。オッケー。ここから出してくださいっていうのはないわ。私の日記だな。じゃあ、私の日記。大丈夫、誰にも読ませないよ。そう、女子学生の日記ほど純真無垢なものはない。お、来い来い。ああ、これは僕の授業中に撮った自動。そこまで戻る？実にもったいないよ。見てごらん、君ならもっといい写真が撮れたはずだ。そこまで戻りますか。そう、タイムリープ。このマックス君はね、時を戻すことができるんですね。で、写真を見たらその写真の地点まで戻ることができます。で、ここの状態はね、ここはゲームを始めたぐらいの時間軸。おい、このピント合わせがほんと難しい。A 押しても D 押しても反応ねえんだよな。またシステムが諦めるまでこれ遊ぶか、こうやって。でね、30秒ぐらい経ったらスペース残しするといつも中に入れるんだよな。これマウスボタンでできんくない？まだスペース押しても反応ない。一定時間超えんとね、あのスペースのちょっと裏技使えるんだよな。いけ、あ、いかない。スペースの裏座使おう。そこまで戻りますか。ああ、なるほど。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではの戻った。めちゃくちゃな一週間の始まりに。もう誰にもクロエを傷つけさせない。広く普及し現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したが、呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正犯法。お前が犯人って言わん？先生は偽善者です。捉えるなんて悪趣味。それでさっきのなんか酔ったヒントっていうのは、さっきあの暗い部屋で座らせたら絶望のシーンの出来上がりだって自分のこと言ったんだよ、こいつ。これね、ダゲレオタイプが正解なんだけど、どっちがいい？先生は偽善者です。ダゲレオタイプです。彼は誰かみたいな偽善者じゃなかった。あ、どういう意味かな？ただモデルの写真を撮るだけで、芸術家ぶる人もいるってことです。何を言いたいのかよくわからないが、とにかくダゲレオタイプは銀板写真とも呼ばれている。人物の顔を鮮明に映し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。マックスは随分じっくり読んできたみたいだな。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫った。あんな未来は嫌だ。どうする？まずはジェファソンがすぐに捕まるようにしよう。早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも
言い訳は通用しない。最低。さあどうやって捕まえる。デビッドにジェファソンと暗室のことを言わなきゃ。デイビッドに携帯電話か。ちょっと携帯電話使わせてくれ。デイビッドの番号さえあればジェファソンはすぐに刑務所行き。日記書いててよかったな。これが全部終わった後もまだ写真を好きでいられるか。カバン調べて。学校のパンフレット、デイビッドの番号あった。あ、あった。デイビッドだぞ。デイビッドいた。いや、これマークだけど、デイビッドいないけど、ここか。あった。デイビッド・マドセン。いや、殺すっていう選択肢はないんだよな。で、これで電話を使ってデイビッドに警告する。デイビッド、今回だけは切れてくれることに期待してるよ。早くあいつを捕まえて。マドセンさん、レイジ・ランバー、あ、ダメ。何が日常ヒーローコンテストよ。サンフランシスコになんか行かせない。こんなやつ刑務所でも贅沢なくらいだよ。あ、ここは過去の中の過去。私の力これ以上持つのかな。で、写真で戻ったら、あのね、こういうふうに外に出れない。私のことはどうでもいい。クロエを助けなきゃ。なんか重要なとこしかちょっと干渉できんみたい。写真を渡す。先生、話があります。ちょっと割り込まないでくれる。大した用事もないくせに。後にしてよ。なんですって。まあまあ。マックス、どうした。どうする。ビクトリア、自分は匿名の隠れ蓑を着て人の動画をネット上にばらまくなんて卑怯だよ。ほんの悪ふざけのつもりでも、それが人の人生を壊す。時間止めれるよ。そんなことして楽しい。自分が何をしてるかもっとちゃんと考えてみなよ。何、私はそんな。自分に自信がないから、どれだけ才能があっても満足できない。周りの人を引きずり下ろさないと気が済まないんでしょう。あなた何様のつもり。先生、何とか言ってください。僕に振られても困ったな。何なの。私もう行きますね。そうしたら。いや、まさに正論だったが、一体どうしたんだ。一対一やっても大丈夫な。日常ヒーローコンテストの課題です。ああ、ありがとう。いえ、先生のためじゃないんで。ああ、うん。どの写真渡した。評価はまた改めてするが、提出してくれて嬉しいよ。この学校にとってもいいことだからね。恐怖を克服して作品を世に出すことがアーティストとしての第一歩だ。大事なのは無垢であること。そう思わないかい。思いません。ああ、とにかくよかった。金曜日には先生と一緒にサンフランシスコに行けるかもしれないな。そんなうまくいきませんよ。いろんな意味でな。何が起きても不思議じゃないんだ。フラグ、そうかもしれませんね。この時私たちに何なんだ。え、変わってなくね。おい、変わってないぞ。え、変わってなくない。ああ、ケイトは死ななかった。連行、ケイト、飛び降りたケイトが、飛び降りせずにレイチェルが見つかる。コンテストで優勝したマックス君。クレイを殺したマークはもう刑務所の中だから殺されない。これもないよな、捕まったから。